国民民主党の代表代行の大塚光平です今日はご覧いただいている皆さんありがとうございますまあ、先ほどからコメントを拝見してたら玉木さん見たかったなという声が多いので今日は大塚光平で申し訳ありませんがよろしくお願いします、えー、我々の公約集うー玉木さんの写真結構よく撮れてるんですね、えー、ぜひ手に取ってご覧いただきたいと思いますが今日はその中身について私から少し説明をさせていただきます、えー、まず冒頭コロナで お亡くなりになった皆さんにご冥福をお祈り申し上げますとともに今も闘病してらっしゃる皆さんお見舞い申し上げますそして病院関係者や多くの分野でコロナ対策にご協力いただいている皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います今回の国民民主党の政策そのコロナ対策と日本が抱えているさまざまな問題それに対処するための政策 大きくはこの2つに分かれていますまずコロナ対策についてですコロナ3策私たちは検査の拡充で見つける感染拡大の防止で抑える経済社会活動との両立動かすこの3つをコロナ3策として皆さんにお示しをしています見つける抑える動かすまあ、第6波が来ないことを祈りますけれどももし第6波が来たら 第5波までで分かっていることにしっかり対処する、まあ、これが今回の選挙で問われるべき各党のコロナ対策だと思います。私たちは、まず第一に見つける、第5波で自宅で家庭内感染が拡大した、もうこれは分かっているわけですから、私たちは無料自宅検査をぜひできるように、無料検査キットを国民の皆さんにお配りすることも含めて、 しっかり対応して見つける対策を講じますそして抑える、まあ、これもさまざまな対応をしなくてはいけないんですが第5波の終盤で抗体カクテル療法が有効だということは随分報道もされ皆さんもご承知の通りですただし抗体カクテル療法は発症して早期の間でないと有効性がない。まあ、したがって やっぱりこれも自宅で発症して1週間以内に受けられるような工夫をするべきだと私たちは訴えています。そして経済社会活動との両立、動かす、これは玉木さんが早くから主張していた事業規模に応じた固定費の最高9割までを支援する新しい対策、アメリカでは PPP と言われてますが一生懸命われわれ主張してこの公約にも書きましたら、 岸田さんも同じことをおっしゃり始めたのでこれは早く実現したいと思いますこのコロナ散策第5波の終盤でお子さんの感染も大きな問題となりましたしたがって見つける、抑える、動かすそれぞれお子さんに対してもしっかり対処したいと思います発症したお子さんが外来受診できないという問題が起きましたこれはししっかり受信できるようにしますそして お子さんに適用できる治療薬これ大人の治療薬も急がれますけどもお子さんに対する治療薬急ぎますそして動かすこれはですねご両親が働いていらっしゃるあるいはお父さんお母さんが働いていらっしゃるえそういうお子さんが多数いらっしゃいますので学童保育等の支援体制を強化する私たち国民民主党はこういう現実的な対策を講じることによって国民の皆さんに第6波が来ても しっかり対処できる政策を打ち出させていただきました。さて、今日はもう時間が15分しかありません、もう今、4分経過しましたので、次はえ、日本の直面している課題に対する5つの政策の柱。私たち国民民主党は、日本の政治に最も欠けているのは、正直な政治という側面だと思います。それはももちろん様々な不祥事にについてもっと正直には しゃべってほいとかこういう観点もありますけれどもそもそも日本の現状についてこれまで国民の皆さんに正直に実情を話していないまあ30年間給与が上がっていなかったということもようやく最近は NHK や日本経済新聞が大々的に報道してますけどもこの30年間にアメリカは2.5倍韓国は5倍になってるわけですから、えー、安倍元総理の時代のあの国会のやり取りは何だったんだろうと。 今さらながら思いますが、それはそれとして、えー、事実が分かった、正直に国民の皆さんの実態を、国民の皆さんに実態をお話しし、それに対する私たちは、大きな対策の柱を5つ掲げました、第一に積極財政に転換、第二に給料が上がる経済を実現、第三に人づくりこそ国づくり、第四に国民と国土を危機から守る、そしてそれらに全部通定するのが、 正直な政治を貫くということです一つ一つポイントを皆さんにご説明させていただきますまず積極財政に転換これは様々なことに財源が,が必要ですもちろんコロナ対策の現金給付減収保障それから税や社会保険料の猶予まあ、これ猶予だけではなくてやがて減免が必要になると思いますまあ、これらには全部財源が必要です 特に現金給付はこれ、全党合意したので、一刻も早くやるべきですね。私たちは低所得者にはもう10万円給付をすることが必要だと思っておりますが、本当にお困りの皆さんにお届けしたい。そして財源がいります。私たちは財源論からも逃げていません。教育国債、この後教育の問題もお話し,しますが、教育国債はぜひ作るべきだと思っています。えー、小ささささななお子んんだけじゃくくて働く皆ににも教育国債の財源は必要ですさらに 迷路に入ってしまった日本のマクロ経済政策、財政政策と金融政策ですが出口戦略を模索することと財源を確保することをセットで日銀が持っている国債の一部永久国債化ということもあえて提言させていただきました国会でしっかり議論しますし皆さんからの質問にもお答えしたいと思います。ここのの積極財政ににに転換することによっっててまず真っ先にやらなくてはならなななくははい 給料が上が上る経済の実現もちろんこれはすでに行われている企業が人件費等を増加させた場合に税制優遇する等々、まあ、そういった財源にも使えますその上で経済が成長しないことにはあるいは日本の遅れが明らかになったデジタルやカーボンニュートラルやあるいはちょっと前まではトップだったけど追い抜かれつつある EV 等への対応 これらに対してしっかり財源を投入して生産性向上につながる大胆な産業政策に財源を投入します特にハイパー焼却税制というものを打ち出していますハイパー焼却税制は本当にこれからの産業これからの経済に必要なそういう設備投資をした企業には設備投資額以上の焼却を認めるというハイパー焼却税制官僚や政治家が中途半端に何かの 産業や技術を優先するとということよりも実態は企業やエンジニアの皆さんが一番よくご存知なわけですからその皆さんの判断を尊重したいそこに大胆に支援するこれがハイパー償却税制ですさらにベーシックインカムこれは給付付金税額控除あるいはマイナンバー制度とも関連させてプッシュ型の支援を 行うベーシックインカム、われわれは創設します、そのことにも財源が必要になるということを申し上げます、さて、積極財政に転換して、さらにやらなくてはならないのは、人づくりこそ国づくり、えー、先週、NHK の日曜討論で、甘利さんも出ておられました、私も出させていただきましたが、甘利さんがおっしゃったんですね、いや、日本は人づくりができてなかったと。私も 相の手を出したような気がしますけれども、いや、それなら、ここに財源を投入しましょう、もちろん、お子さんたち、生徒、学生の教育無償化にも取り組みます、その上で、雇用のセーフティーネット、現役の皆さんも学校卒業したら、もう学校で学んだことで定年まで生き抜くことができる、そんな時代じゃありません、リカレント教育、あるいは新しい技術が出てきた時の、あるいは転職の時のリスキリング。 ここういういいとにも私たちは教育の財源を投入していきますでそのために必要なのが先ほども申し上げました積極財政のところで説明をした教育国債の創設私たちは堂々とこのことを主張していきたいと思います次に国民と国土を危機から守るこれも重要ですね皆さんご承知の通り最近は 津軽海峡を中国、ロシアの艦隊が通過したり、そして台湾海峡は逆にアメリカ、カナダの艦隊が通過したり、フランスの原子力潜水艦がわざわざ浮上してそのことを発表する、大変安全保障が緊迫をしてきております。そのことには我々はきちっと対処します。その協議の狭い意味での安全保障に関しては、海上保安庁の任務に領土保全を加えるとか、あるいは自衛隊の任務に警戒監視活動を加える。 こうしした法改正をしっかり行いますその上で狭い意味での安全保障だけでは国は守れません食料エネルギー今申し上げた前で申し上げた教育だって安全保障に関わります人材が育たなければ国は立ち行きません、えー、そして安倍さんにも私も何度か予算委員会などで申し上げたことがありますが自国の利益を犠牲にして 他国の利益を守る国はないこれが国際社会の現実です。そのことを私たちはしっかり自覚をし、食料もエネルギーも自分たちで確保するためのさまざまな対策や、農業が疲弊して、食料を確保できないような農業政策を改める、エネルギーについても私たち自身でエネルギーを確保できるための方策をしっかりと考える、まあ、そのための広い意味での安全保障で、 国民と国土を危機から守るそのことを4番目に掲げていますこの国民と国土を危機から守るの項目の中に政策6の中に経済安全保障エネルギー安全保障の強化と掲げていますせんだっても NHK 討論でやっぱりこれも甘利さんやあるいはあ公明党の方に申し上げました例えばカーボンニュートラル カーボンニュートラルと一言で言うのは簡単ですが達成すればいいというそういう単純な話じゃありませんアメリカが今 ESG 投資ということを積極的に水面下でも奨励をしてもう世界の潮流になってますそしてヨーロッパが推奨しているライフサイクルアセスメントこれは完全に日本を狙い撃ちにした対策ですそして中国は今や排出権取引では中心的地位を占めているそれぞれ 各国の思惑,思惑や戦略があるのが、この経済安全保障やカーボンニュートラル、エネルギー政策の分野でのせめぎ合いです。一体、日本はどういう戦略でそれに対処するのか、私たちはそういうことにも正直に国民の皆さんに実態をお話しして、正直に向き合って、そして偏らない現実的な政策を打ち出していく、それが国民民主党です。あまりにも真っ直ぐすぎて 目目立たないい感じがありますけれども皆ささん注目してください国民民主党はこれからの政党党です国民民主党は皆さんの期待に応えうる正直で偏らず現実的な政党ですそれを私たちは育てなければならないと思っていますそして5番目の柱正直な政治を貫くこれはいくつか申し上げたさまざまな政策に全部共通します例えば 先ほど申し上げました、えー、日本の働く皆さん、30年間給料が事実上上がっていなかった、そんなことを正直に認めてもらわないと、経済対策も打てないわけですね、まあ、そういうことも含めて正直な政治、えー、そこで私たちは、もちろん、えー、不祥事なんかもしっかり、えー、解明していくために、公文書の改ざん、原発化、当たり前の話です、こんなことは。えー、それにに加えててこの政策4に掲げている 年金制度改革と経済財政推計を行う独立機関設置、ここにご注目をください。これは年金や財政の状況についても、国民の皆さんにしっかり情報を介して、開示してご説明をしていくということを皆さんに表明しています。教育国債や日銀保有国債の一部永久国債化、こういうことに違う意見をお持ちの方とか、大丈夫かとおっしゃる方もいます。ししかし 今はそれが必要ですが、先々どうやってこの国を立て直すかというときに、中長期的な年金制度改革と経済財政推計を行う独立機関を国会内に設置する、これは超党派でも賛同してくださる皆さん、結構いらっしゃいますので、ぜひ実現をする、そして特に年金は2045年、まあ言ってみれば、日本が敗戦してから100年。 立つ2045年その頃には今40代の皆さんが年金受給世代に入っていきます一足飛びに新しい年金制度を作れるというそういう不正直なことは申し上げません消費税を相当上げればあこれは作ることもできますがそれはなかなかかなわないそうであればまず年金について国民の皆さんにしっかりと情報を開示するそのための機関を作り上げたいというふうに思っております以上大変短い時間で どれだけご説明できたかわかりませんが、私たちは玉木雄一郎代表を先頭に、正直な政治、偏らない政治、現実的な政治を追求して、新しい国民政党を作ります。比例区は国民民主党に皆さん一票を入れてください。どうもありがとうございました。